明星笑福チャンネルです。さあ今回はどんな企画なんでしょうか。今日の企画はオンラインでワードウルフをやってみた。イエーイ。明星笑福、新型コロナウイルスの影響でお家にいる時間が多い皆さんにぜひやってもらいたいゲームです。 LINE で簡単にできて、今回は Zoom で接続してやったんだけど、 LINE 電話とかでも全然できるし、ぜひ皆さんにやっていただきたい。それではやり方はワードウルフ師匠がいるらしく、師匠が教えてくれるみたいなので師匠を呼んでみましょう。せーの、ワードウルフ師匠。俺がワードウルフ師匠だ。まずはワードウルフの説明を始める。ワードウルフとはみんなで会話してウルフ、そう、狼を見つけるゲーム。それでは詳しくルールを説明するよ。例えば4人でゲームした時、4人のうち1人ウルフが隠れとる。最初にお題をそれぞれ確認する。自分が何のお題かは自分しかわからない。つまり誰が敵で誰が味方かわからんってことや。これの場合 D だけお題が違う。 D がウルフってことだ。さあゲームはここからスタートだ。こんな感じでお題について話していく。ボール使うよね。男に人気だよね。手を使っちゃいけないよね。9人でプレイするよね。この会話ではまだ誰かわかんないけど、手を使えないとか9人でプレイは結構絞れるよな。相手は探るような質問、攻めるときは攻める、守りも結構大事。はい、ここでトーク終了。トークが終わったら誰がウルフだと思うか投票するんだ。自分がウルフだって気づいた人はもちろん自分以外に投票してね。他の人も怪しがってそうな人に投票するんだよ。今回の場合この中で一番票数が多いのは D だ。だから ABC の市民の勝ちで D のウルフの負けだ。ウルフは自分の正体がバレちゃったってことだな。こっちの場合最も票数が多いのは A となると D のウルフの勝ちで ABC の市民の負けである。とりあえずやってみたら面白いぞ。家族、友達、会社のオンラインの休憩やアイスブレイクに5分あればできちゃうから、いろんな人とやってみてね。続いて LINE でワードウルフをする方法を説明する。 LINE でワードウルフと友達になる。全員ではなく誰か一人でいいよ。そして一緒にワードウルフをやる人たちとワードウルフのアカウントを入れたグループまたはトークグループを作る。そして誰かがトークで多いと送信してみて、その後はワードウルフアカウントに言われるがままに進めてね。人数によってウルフの人数を変更してみると面白いよ。それでは俺の弟子たちが実演しているところをぜひ見てくれ。今回は8人でプレイしているよ。ウルフはそのうち2人。じゃあまたどこかで会おう。じゃあ、おいを打って、うん、で、ゲームスタート。ゲームスタートで、みんな参加ボタン。ウルフの人数を変更します。うん、はい。2人にします。はい。で、参加者確認。OK。みんな入ってますね。で、ウルフの人数が2人。はい、OK でーす。じゃあ、お題を割り振ります。お願いします。さあ、お題を確認してください。はい。なるほど。はい、じゃあ、皆さん確認しましたかね。はい。はい。はい、じゃあ、トークスタートします。はーい。はい。僕、前日眠れなくなるタイプです。はい。前日眠れなくなるタイプです。逆に、嫌いになる人いますか？まあ、友達いない、うん、ああ確かに確かに。なんか前の日の準備とかが楽しい感じが確かに確かに大好き。なんか300円とか決められとってお菓子、うんうんうん、めっちゃこう計算してた。人によってこうね、五円玉のチョコめっちゃ買うとかみたいな、ね、うん、あえ、ケンジさんは？はい。どこ行ってましたか？え、俺？はい。はい、衛星中継なのこれ。みんなと同じようなところ。アウト、アウト。中だ。中出身だから。じゃあ、皆さん、もう、差し付きました。2人いますからね、ウルフ、2人。何もしよう。片方1人も当てれば全然勝ちなんで。時間1人当てていいです。0秒になりましたので、投票に移りましょう。はい。はい。はい、投票完了。投票完了した、みんな。おいおいおい。なんで、そうに。おぉ、投票しちゃったで、みんな俺絶対違うと思った。えぇ、ー、えぇ、ー、
いや、これは喋んないでよかった。これは何かと思ったよ、とか思い。サイトの勝ち。イエーイ、サイトなーちゃんの勝ちだぜ。イエーイ。眠れないな。いや、そう。その、しゃべっても、本当に申し訳ない。絞り方が早すぎ、なんか。もう俺選んだろ。ケンジさんが喋んないからですよ。でも、喋んないの、だから、最後絶対違うと思ったからさ、喋んないのが怪しいから、ケンジさんには投票せんかったんや。よろしくお願いします。ということで、ワードウルフいかがでしたでしょうか。楽しかったこの動画いいなと思った方や、ワードウルフやってみたいなと思った方は、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。それではまた次の動画でバイバーイ。